おはようございます、トモヤです。今回なんですけども、静岡県朝霧高原で開催されてますアウトドア好きな変態たちが集まる招待制イベント、グリッドポイントに来ました。で、招待された人しか来れないんで、この度アウトドア酒場兄さんのヒカルさんに招待していただきました。それではヒカルさん登場いたします。イエイ、お久しぶりです。この度ありがとうございます。いえ、はい、今日はね、キャンプクルーとしてね、広告、そして撮影として来ていただきました。ありがとうございます。はい、昨日から来てたよね。そうですね、昨日僕らまだお店できてないんですけど、ヒカルさんのヴィンテージトレーラーに男4人で寝ましたね。いやー最高の思い出だね。最高ですね。うん、なかなか泊まれないんでね。そうですね、すごく楽しい思いをさせてもらってます。で、こういう機会ってなかなか経験できないんで、ちょっとグリッドポイントを散策行ってきたいと思います。皆さん楽しみにしててください。ぜひ皆さん楽しんでください。では行ってきます。ちょっと先に行っときたいんですけど、キャンプはちょっと中間ぐらいです。で、ヴィンテージに関して初心者なんで、ヒカルさんのがメインだと思います。メインで喋っていただきます。わかりました、要チェックです。じゃあ行ってきます。もういい音しますね。ここは4コーナーですか。そう、ランドクルーザーね、トヨタのトヨタの、まあ、昔からのオーストラリアとか海外でも有名ですね。みんな人気があるんですね。もうなんか僕的にはもう普段見ない車が集結してるんで、それだけでも異空間とか別空間にもう飛び込んだ感じですね。ここなんかすごいかっこいいですね。トレーラーがついてますね。トレーラー見せてあげてください。車に乗るのがやっぱりね、ここグリッドポイントの面白さだとは思います。昨日はこっちのエリアって回らなかったんですけど、かっこいい車ばっかりですよ。ジャニーズマウンテンドッグ、犬もね、ワンちゃんも、犬もおしゃれ。男臭いエリアですね。男臭いエリアが4コーナーです。前あたりが4区コーナーなんですか。そうですよね、一応そういうエリアになってるみたいな。ちょっと僕もよくわかんないですけど。昨日見れなかったからね。そうですよね、うん、後ろも富士山がすごく綺麗で、富士山が本当綺麗なんですよ。やっぱり富士山の下でキャンプするのが最高だね。あれ初見ですね、藤本の下でキャンプ。あ、そうなんだ。やっぱいいんだけど寒いしね。寒いですよね、本当に。久しぶりですよ。今日はね、テントではないからね。そうですよね、ホールのエコノラインですかね。それがホール、そうそうそう、僕もフォード乗ってたんですけど、ちょっと古い70年代のトラックにね。そうですよね、もうここに出しとくんで。あ、あれだれ、この辺にね。はい、この辺に行かれたもん。よく眠ってたもんね。運転してるときね。この同じフォードですね。なんかそんなに興味ない方とか、居心地が悪いみたいなイメージを持たれてる方いると思うんですけど、現行よりも70年代ぐらいのヴィンテージ感、ベンチシート、本当にふわふわですからね。乗り心地がいいから、みんな寝ちゃい。そうですよね、うん。今回初めてここまで持ってきたヒカルさんのシボレ、セビー版。セビー版ね。もう後でね。もう乗り心地良すぎちゃって。すごいですよ。おしゃれ。そう、受付なんですけど、昨日抽選会みたいのをやっていて、もう全キャンパーさんにプレゼントみたいな。すごいです、協賛の方々も。ちょっとバーコードを見たいよね。
ラブマンだそう。コーヒーをラブマンで。ラブマン。あれはワーゲンバスですね。あの有名な。ワーゲンバスの方までちょっと行きたいです。行ってみましょう。行きたいですか。もう本当この辺も。ハイジのよう。光さんが走るってマジで珍しいんです。2年に1回だけ。僕まだ2回しか見たことない。本当に人間がいるようなね。こんにちは。ちょっと撮らせてもらってもいいですか。ワーゲン見てください。ワーゲンバス。かっこいいです。ホンダ初のツーストなんですよ。へぇ、ホンダミノポーストなんていうシーンで、リブマックーンでね、有名です。ぜひ映画、ダイダスを見てください。ラムバン、セリバン、すごいですね、これ。ペイントがかっこいい。アラジンストークと、多分インステンストークあれ、分かるのはなかなかいないと思う。光さんも、あの、変態なんで、ちなみに。ストーブ好きなんですよ、実は。あのヨーロッパのストーブと、あの和風のね、まあ、日本のストーブ、ホーローでできたストーブとか、うんうんうん、パーフェクションなんかね、あのバーラーとか、そういう系の、うーん、何言ってるか分かんないと思った。はい、何言ってるか分かんない。ストーブもね、かっこいいんだよね。距離が一つ一つおしゃれで。ヴィンテージ好きな方って何かに一つに特化してたじゃないですか。なんか僕がイメージなんですけど、でもヒカルさんってオールマイティーなんですよね。その洋服だけじゃなく、車だったりとか、そういう小物だったりとか、すごいっすよね、店長。すごいっすよ、ほんと。思ってんの？思ってんの？シンゴさん見てください、あれ。あれ、出ちゃった。すごいね、ドラム缶にくっついちゃってるんだから。あれはお風呂なの？あ、蘇生したのか、なんか見てください、この最新型のこれがなのかな。あ、これが最新型の、これ最新ですね、2020年。あ、そうですね、どう思います？見せるところがたくさんありすぎて、テントもあるんですけど、分け人おしゃれですね。この時期は薪ストーブ必須ですからね。寒くて死にます。あれもエスカレートで出てますね。フィート数でいうと20フィートぐらいかな。皆さんこう流れで同じように合わせてますね。あれはエスカレードで木から飛び上げても手を振ったりするんですか。どうなんですかね、やっぱその人の好みのスタイルで、ね、きっとフィットが合わせて。この人に合うのは僕の大好き40、うん、先ほど言ったんですけど、ランドクルーザーの40です。なかなか見れないですよね。見れないね。すごい熱狂的なファンがいるね。で今ずっと向こうから歩いてきたんですけど、一番奥側にヒカルさんの先輩のチームの方々のヴィンテージトレーラーだったりヴィンテージカーが止まっているところをちょっと紹介していきたいと思います。まずこちらですよね。はい、これもねすごいですね。75年のセビア、もう足りげなく止まってる感じのね、雰囲気はもう70年の最高にかっこいいです。かわいいかわいいの。あれなんですよ、このヒカルさんの持ち物ですよね。まあそういうことですね。僕の愛人ですね。はい、すごい可愛いんですよ。スラーがいいでしょ。どうですか、店長。可愛いです、めっちゃ。そうですね。まあ、いつも通りのコメントですよ。確かに。特に思ってないですか、あの子。でも長さ、これもね、新しいです。これは10年から20年くらいまで、みんな牽引してますね。750キロ以上だと牽引が必要になります。ちょっと僕もね、来年取りに行くと思うので。このダイナさん、すごいでしょ。
ターぐらいある。もうちょっとある。僕がすごいと思ったのもう家です。多分ですけど僕ん家より広いかもしれないですね。間違いない。僕らよりは広いですよね、はい。何よりもペット車、マンモスみたいな形になってます。すべてがボンボンみたいになってます。鉄の加工屋さんで俳優の見てください。俳優ストーブ。昨日温まらせていただいたんですけど、この距離で高いっすよ。半端じゃない温かさです。すべてがでかいです。今ちょっと片付けしてるんでね。すごい刺激的な車です。僕が大好きな、そして憧れる車である NTM です。 N17 いつか絶対手に入れます。僕の予想では多分1年以内に届いてる。いい予想です。いやいやいや、それほど頑張んないと店長ね。そうっすね。せっかくなんでミニメイゴの方を。アメリカのミネソタみたいな。店長知ってる？知らないですね。知らない、うん、形が可愛いでしょ、ミネソタ。あと覚えてます？覚えてます、覚えてます。大丈夫？ちょっと散策中だったんですけど、チームの集合入っちゃって、みんな片付けの準備して、僕らが最後です。で最後にヒカルさんのヴィンテージカーを軽く紹介して終わりたいと思います。ちょっと早速ですけど、こちらアウトドア酒場店長こと今カメラマンの慎吾です。はい、ここが愛車です。これは3年ぐらい所有してるんですか？まだ1年未満になります。今ちょっとね、店員で、兵士トーイングサービスで今日来ていただきました。もうまさにアメリカントラックですね。サブ車です。めちゃめちゃいいやつです。で最後にヒカルさんのヴィンテージトレーラー、こちらです。ちょっと紹介してもらいます。1963年、いい時代ですね。アメリカヴィンテージトレーラー、シャスシャスターに関してはちょっとまた改めて1本の動画で企画で撮りたいと思います。見ていただきたいんでね。はい、こんな感じで招待された方しか来れないグリッチポイントボリューム3散策してきました。なかなか経験できないことなんで、すごく別空間に行った気持ちで最高でした。良かったです。ありがとうございます。まだまだ2022年、来年になると思いますけど、たくさんの企画とアウトドア酒場キャンプからのプロジェクトも決まってますので、ぜひ、ね、楽しみにしていてください。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。